揚げマーズバー揚げマーズバーとは、マーズバーに揚げ衣をつけて揚げたものである。スコットランドのチップショップで、目先の変わったメニューとして作られたが、主流メニューではなかった。1990年代の中頃、悪名高いスコットランド都市部の不健康な食生活について皮肉った論評を含んだ、報道の一部として様々なメディアで紹介され、人気が広がった。揚げマーズバーは、 マーズバーにフィッシュチップスの魚のフライ用の揚げ衣をつけ、チップショップで、魚、フライドポテト、ブラックプディング、ホワイトプディング、しばしばハギスなどを揚げるときにも使う揚げ器で揚げる。マーズバーは温まりすぎると、チョコレートとヌガーが揚げ油に溶けてしまうため、揚げるまで冷蔵しておくのが普通である。しかし冷やしすぎると油に入れたとき内部の、 温度差によって応力が発生し破裂してしまうため、揚げマーズバーを調理する際には、マーズバーの温度管理に最新の注意が求められる。家庭では、菓子専用の揚げ器を用いるとよく、使う油も少なくて、済むので安価で油を交換するのも容易である。また、他の食品を汚してしまうこともない。大部分のスコットランドのチップショップでは、揚げ油にヘッドを使っているため、揚げ衣に、 牛肉の風味がつく。以前、揚げマーズバーは、小学生の間で人気の昼食になったことがあった。彼らは、主食のような外側とデザートのような内側を持つ、DFMB は完全なバランスの取れた食事であると、冗談を言った。元祖揚げマーズバーの店揚げマーズバーの起源は定かでは、ない。ある報告によると、アバディーンの近くのストーンヘイブンで始まったとしている。 1995年にストーンヘイブンのザ・ヘイブンというチップショップでオーナーが客が持ってきた食材を何でもあげるという宣伝をしていた時に客とオーナーの間で賭けをした結果生まれたものだとしている流行が去りメディアの注目も少なくなるとと,ともに実際にマーズバーをあげることも少なくなっていったしかしスコットランド、イングランド、北アイルランドの一部のチップショップでは 今でもこれを見ることができる。観光地の多くのチップショップは、揚げピザやケバブ、ハギスのパコーラーと共に揚げマーズバーを売っていることを誇らしげに宣言している。揚げマーズバーの登場により、スニッカーズやキャドバリーのクリームエッグ、チョコレートのイースターエッグ、オレオのような他の菓子類の揚げ物も登場した。マーズバーよりもスニッカーズの人気が高いアメリカ、合衆国では、 マーツバーよりもスニッカーズをあげることが多い。串に刺した様々な食品を提供する伝統のあるミネソタ州祭では串に刺してあげたチョコバーが食べられる。ウィスコンシン州ウィスコンシンデルズノノアの箱舟、ウォーターパークでも入手可能である。ありがとうございます。